はい、どうも、メロウです。ようやくね、マイキャリアモードの実況を、するという、ことらしいんですが上げようかな、能力をな。でちょっと考えたんだけど、インサイド上げますわ。レイアップやっぱり中でねゴリゴリをしていくっていうのも楽しいんじゃねえかなと思ったんで、まあ対人ディフェンスはね、私はもう神レベルに到達しているので、まあディフェンス能力値を上げる必要はないと思うんですが、次はウォーリアーズですね。いきますか。はい、ちょっと最初にあれだ、言っとかなくちゃいけないのかな。見てもらった方が早いからね。これほらアクセサリーついてるでしょ、テイラーね。見てください、このアクセサリー型あまりにもアクセサリーがつきすぎてるって。これね、パックの開封でね、余ったお金をアクセサリーにつぎ込んだっていう、それだけなんですけど、どうしようかな。あ、セラフィンか。中入っとくかな。うん、どうしようかな。やっぱりシュートのね成功、あとね、あそうだ、タトゥーも入ってるんですよ。なんかね全然分かんなかったんで、タトゥーのあれも動画にしときゃよかったのかな。おい出せよ、カルテロン出せ、俺に出すんだ。あれ全然なんだ、シカトリバウンドマシーンになるしかないのかな、これ。つかボロ負けしてんじゃん、なんだこれ。これマーカス・テイラー覚醒の布石じゃないか。全然口回んねえな布石じゃないか今のは聞かなかったことにしていただいてね。アドバンスアドバンス。おっと、カエルオークイーン、カエルオークイーンはね、ニューヨークのハーレム出身ですね。全然パスが来ない。なんだカルデロン、お前それよくあるぞ、そういうパターン。よし、ハーレムって治安悪いんですかっていうね、疑問おそらくあるんでしょうけど、まあ、ニューヨークのとかね、まあ、日本にはそういう土地ないんですけど、まあ、スラムって呼ばれるところですよね、スラム街っていうね。まあ、そこの話にもなってくるんだけど、まあ、ハーレムってまあ、治安良くはねえだろうな。まあ、そこら辺はアメリカ史を学んでいただければいいんでしょうけど、昔は黒人差別がね、当たり前にあった頃に、黒人の方がね、住んでらっしゃった、ところのはずですね、ハーレムって。あくまで過去の話です。あれなんですよ、基本都市部にあるんですよね。で貧困街って日本にないんですけど、まあやっぱそれは歴史的なあれもあるよね。ポルジン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 ピックからのこれ、よし。ポイントガード的な
立ち回りをしてった方がチームのねグレードは上がりやすそうだな。なんでそうお父さんがねお亡くなりになられたんですよ、昨年度の年末ぐらいですね、ほんと最近なんですけど、ハーレムでお父さんがお亡くなりになられたと。奥院ね、うん、まあ頑張ってますよね奥院もね。まあそういうヘビーな話はねここら辺でやめといて、まあでもそういう事実ですから、お亡くなりになられたというのは、うん、やっぱりその知っておくべきでしょうね。てかこれさあ、これまだ公開されてないか、あの次の殿堂入りのね相手がねウォリアーズなんですよ。でこれマイキャリアでまたウォリアーズやってるって、これなんかめんどくせえよな、なんかな、すごい。え、俺じゃないのか。へい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 、カルデロン、へいカルデロン。相変わらずボロ負けしてるな。ウォリアーズには勝てないよニックスはってことか。ウォリアーズのな話をしちゃうと遺恨が残っちゃうからな。ウォリアーズはチームっていうよりその取り巻きのキッズたちが面白いですよね。面白いですよ。何かにつけて私がウォリアーズの話をするとメールを送ってくるっていう。最近送ってこねえなあいつ。でもうん、なんかバカとかね、いや本当に小学生の喧嘩かよみたいなレベルの悪口をいちいち送ってくる人がいましたね。可愛いんでいいんですけどね、全然。すごい、普通に抜かれたね、今ね。やっぱある程度上げなきゃダメか。でもほら多少ね上手くなったでしょ、今までのマイキャリア動画とはなんかちょっと違うでしょ。もうねうんざりなんだ、うんざりなんだよな。過去の私のねプレイを自分で見るのはうんざりなんだよ。もう下手くそなんだもん。だってそらコメントで書かれるわ、下手くそみたいなね。いや、まあ、まあ、だよねって思います。何も言えないですよ、だから私は。もう私が見ても、だって下手くそだと思いますもん。そういうレベル。バル。あら。ボガッツさん、ボガッツさん。アンドリュー・ボガッツさんね。うん。勝てるんじゃないか、これ。私をもう少し出せば勝てるぞこれ。あーメロがいるときは私は2番なんだ。あーそうなんだ。結構デカめの2番だね。ボールジョージ的な2番っていうことでいいのかな。まあボールジョージとは天と地だけどな。与えられる役目もその能力も。何？これやばいわ。今のやばいっすわ。
おお。ほい。もうトライアングルのかけらもねえなあこいつら。あ、来た。おう、セラフィン決めてくるね。おお、なんだよ。まあ、前キャリアね、ニックスの。ああ、そう。あの、インサイドを上げたけど、この状態ではさすがに入らないのか、そういうのは。あれあれ全然ダメ。おい。おい。おい。おっと、これは。違うな、違うな、セラフィン出したかったんだよな、今な。残念。それは入んないわ。やべえな。で、これ、どうせ出番ないんでしょ、私の。第4クォーター。ほら。すごい早く終わっちゃったな。これもう一回やりますか。はい、どうしようかな、これもう一回やろうかな。全然収録時間がすっげえ短いと思う。プレイ時間が8分しかもらえてないんだよ。1巡目4位なのにねなんだよこれ。ポルジンギスめっちゃ出てんのになんで俺だけこんなことになってんだよ。先ほどのメロウさんの不適切な表現についてお詫び申し上げます。ハーレムがスラムであるというような誤解を与えかねない内容でした。つきましては、ドラマパートの解説といたしまして、動画の最後にて、この一連の発言について訂正しておりますので、何卒ご理解ください。As I was saying, got a real big problem, all this kitty stuff, your evil twin CC and Dom got you doing what was that word he was using? Rebrand? No, recalibrate. All this stuff they got you doing to recalibrate your image has cost you in the hood, fam. Yo, the streets is watching, and they're not convinced. Vic, how many times do I have to tell you? The streets ain't always right. Nah.It's always good in the hood. Let's not forget, I am a student of human nature. All right, take your man here. He's playing this here video game is to not address the reason why his brand Jordan sneakers are sitting on store shelves collecting dust. Ooh. Okay, what are your suggestions, Victor? He wants you to rob a bodega. I'm sorry. Look, man, I'm not talking about some focus group, all right? No.I'm talking about the hood. They don't trust you no more. They see you coming to the arenas wearing them tight pants y'all ballers be wearing. Your high water ankles be showing. Your pants is just so tight, man. Your ankles be choking. Air it out some. People don't see themselves in you anymore. Look at me. People don't recognize themselves in who you are. Okay, you want to recalibrate? Fine, B. Go ahead.Recalibrate back to Harlem. Remind these fools where you from. Represent. You know what I'm saying? Like, where's that Jesus piece you used to rock? Not that Shuttlesworth. With them fake chains we used to wear. Yo, but that's my point. Well, let me get you some nice jewels, huh? Make it flossy. Get you a new whip, something that the hood will love. Let's remind these fools that you the Harlem Renaissance up in this piece. Get a club, I don't know, something. Just like a wait around, man. I mean, at least...Get me some too. Yeah, and get some nice free bet too. Nah, but for real, in all seriousness. You think it's that bad? Yo. Cats be laughing at your corny commercials, B. Come on. But that's what I'm saying. Yo, we could change all that.
Hey, now I know CC's your manager and all, but everywhere she leads, you can't always follow. Now I'm not trying to catch no charge, but CC got people out here laughing at you, fam. Now, just let me take care of everything. You're the CEO, I'm the CFO, Chief Lawson Officer. You hit me with that bread, and I got you. CC. How y'all doing? CC. Freak, can I talk to you for a second? Yeah, what up? In private? CC, go ahead. Okay, well, I thought we were supposed to be having a private meeting today to discuss business. CC, what you think we're doing? Am I talking to you? You know what? Y'all ain't talking business. Y'all talking nonsense. We were actually discussing the questionable nature of the promotional strategy that you and Dom have employed on Freak's behalf. Now, it doesn't necessarily resonate with his core fan base, primarily due to the fact that it negates the legitimacy of his personal background and history in favor of reaching a larger, primarily more disinterested demographic that would prefer to judge Freak's past as opposed to appreciate it. Yo, what Yvette said, 4 × 25, 100. Oh, so now you know your times tables. Yvette, occasionally proving that you're articulate doesn't mean you have business acumen. Beyond, of course, your clear mastery of basic arithmetic. We all know you can add up how much Freak makes. Okay, Cece, that's enough. No, you know what, Cece? You're absolutely right. Freak, and speaking of basic arithmetic, how much of Freak's money do you take? Okay, I mean, what did I just say about Team Freak? A manager? What did I just say about Team Freak? The only members of Team Freak in here are me and you. Oh, you know what, Cece? This isn't the womb, okay? It's not just you and Freak. Speaking of, how's that going for you? Hey, come on. Oh, snap! You gonna let her talk to me like that, really? You need to check her out. Wait, you're not even talking about me? Yeah. Yo, I'm out. You know what? I think I'll join you. No, darlings, please. Please, have a seat. I would just love to hear what you all were just discussing. Better yet, let me guess. Hey, yo, I'm saying, dude, what you need to do is hit up these parties. Yeah, you need to show these fools how you still have mad love for the hood. Get you some flossy jewels. Make sure every time they see you, it's in the new whip. Better yet, let's get us a dealership or a club or something. Never mind that house you promised your twin sister, you promised you'd get for your parents, you're still in the projects where you left them. Yo, that's not fair. I ain't leaving my ass. Hey, and you know I'll never leave my parents in projects. Thing, fam. I'll take care of everything. All you gotta do is break me off with that bread. Yeah, that's what I thought. Wow. You know what, Cece? I don't know what's going on with you tonight, but I think it's best you go home. We will continue our meeting here. You asking me to leave? Yes. Hey, yo, Freak. It's all good, man. As a matter of fact, Cece, I know you don't like me. You never have. I don't know what I ever did to you. But at this point, does it really matter anymore? Look, I just want you to know that I'm really sorry. But whatever it was, I can honestly say it was not intentional. Right? You're free. Think about what I said earlier, man. I ain't trying to catch no charge. Bet, you ready? Let's bounce. Cece, you know I love you more than life itself. Then how come you always put them before me? I don't put anyone above you, not even myself. You sure about that, Cece? What would you just call all this? I mean, you come in here blowing up my spot and you insult my brother? He's not our brother. You disrespect my woman. He's trying to protect you. From who? From the likes of you? But you don't think I realize that I have vultures and blood-sucking leeches in my life? Don't think I realize that you're one of them? Blood-sucker? Yeah, but you know what? That's what I think the problem is. Because you realize you're no better than them and you're ashamed. But in fact, you're worse because we share the same blood. And just because they don't have the same blood running through their veins as us doesn't mean that they don't love me. Yeah, their love might be flawed, but it's true.
What you need to understand is I don't need you to protect me anymore. I don't mind the people closest to me leeching off me. Yes, you do leech off me, and I leech off you too. You love business and you love me. I use that. Vic? Vic? You know you don't mind running these streets. He's my connection to things I don't want to deal with anymore, so I let him do him. I take care of him, and in return, he looks out for me in places you know you can. And as much as you don't want to hear this, Yvette, she is the eye of the storm in my life right now. She is my only calm. She's my peace, my shelter. I use these people and they use me. I just don't call it that, Cece. I don't call what you do using me, I call what you do caring for me. Forgive yourself and forgive them for using the resources at their disposal to get what they need. And what you need to learn to do is just trust me. Okay, I've always had a good judge of character, even before I was born. Remember? Because I chose to come in this world with you. That's right. It was me and you in the womb just kicking it. Right? Right? I was born first. And you were. Swish. Some people say you just hang around, that you're a leech. Why is that the word? Because people just don't know. They be hating. They be hating. They hating on my game. They hating on our friendship. See, FOF, friend of freak. See, nobody got that like I do. And everybody else wants that. Who doesn't? But that's my boy. I'm in that spot. That is my lane. And everybody else just got to make way for that, you know? That's him, but who are you? Nah, man. I got my own life, you know? People think I'm just sitting back and riding on him, but that's not the case, yo. I got dreams. I got dreams, yo. See, my boy knows. There's two ways that I could do this. I could do it a legit way, or I could do it the crooked way. And I'm really, really, really trying not to do it the crooked way, but Freak can help me do that. He could put you on? Maybe. You gotta do what you gotta do when you need to do it to get ahead. Mm-hmm. And that's what I do, and I'm just really good at it. What can I say? I get by, day by day, step by step. はい、もう一回やろうかなと思いましたけど、今入ったですね、ドラマの解説の方をして、終わりたいと思います。まあ、時間もちょうどいいんでね、ちょっと真面目な話になりますけど、いまいち伝わってこなかった人もいると思うので、解説だけしたいと思います。動画の中で、言いました、ハーレムという街ですね。こちらニューヨークにある街なんですけれども、学校、高校とか中学校で習うかな、多分まあ十中八九習わないでしょうね。ハーレムってのはもともと理想郷って意味です。はい、でなんで理想郷なのかっていうとですね、あそこは移民ですね、移民であったり、また黒人ですね。が、多数生活してらっしゃった場所なんですね。いわばあそこは、要するに、アメリカですね。18世紀、違うか、19世紀末ですね。の、アメリカ社会における黒人と、その他、まあ、主にアフリカ系のアメリカ人ですね、の方々にとってのいわゆる一つの楽園であった、白人を追い出した一つの楽園であったということで、今はね、2000年21世紀ぐらいに入って、例えば皆さんも知ってると思いますけど、マジック・ジョンソンいますね。あの人がハーレムに、なんかちょっとショップを作ったり、今はね、ネイティブなカルチャーが、発展した場所として、広く知られて、まあ、そんな、今はそんなことないんですけど、第一次世界大戦ですかね、のあたり、ですとか、にはですね、非常に大規模な、黒人闘争が、公民権運動の前身のようなものが、
たびたび暴動ですねが行われていた場所であります。で、重要なのはフリックとそのフリックの一家ですね、お母さん、お父さん、そしてビッグ、あとお姉ちゃん、シーシー、全員黒人だということですね。彼らにとって、ハーレムという場所、まあ我々にとってはちょっとね、文化が違うので、すぐに理解するというのはちょっと無理かもしれないんですけれども、あの街に対してね、並々ならぬ思いがあることは間違いないですね。で、ハーレムのような街って実はアメリカにはたくさんありまして、北部と南部で、当時は分かれていて、黒人に対する扱い、扱いって言ったら言い方悪いですね。黒人に対する接し方、いわゆる差別というものをですね、移民に対する差別というものは、やはり北部と南部でも違っていました。で、まあ代表的なのはシカゴですかね。シカゴのサウスウェストなんかも、黒人移民がたくさん住んでいた町になります。はい、やはりその黒人ですね、フリックですとかそういった方の家系とかそういうところから考えてみると、アメリカを支えているのはやはり黒人だという意識ですよね。うん、それに対して、黒人は人間ではないという、人でない、というようなね、極端な差別偏見をしてきた、白人文化ですね、との衝突は避けられなかったということなんでしょうけど、うん、こんなところかな。そうね、うん、言っとくことはこんなところかな。多少ね、多少というか多少じゃないか、がっつりアメリカ史的な話が入ってきているので、このヒューマンドラマを 100% 理解するにはやはりそういったところがね、ちょいちょいといるでしょうね。で、ジャズとかね、うん、で有名な街ですよね、ハーレムってね。だからそういういわゆる、まああんまり適した言い方ではないかもしれませんけど、ブラックカルチャーと呼ばれるものが、ハーレムの、まあ、本質なんだとビッグは言うわけですよね。で、それに対してフリックは言ってましたよね。ぴっちりとしたパンツショーツにね、なんかいかにもな白人みたいな格好しやがってっていうことを言ってるんですよ、あそこでビッグは。うん、まあね、最近もですね、ボルティモアで黒人青年が白人警官に、何でしょうね、殺害されてしまったりとか、たくさん、今でも黒人白人における問題ってあります。で、NBA を見ているとですね、嫌おうなくそういう情報って入ってきます。で、それが嫌だっていう人もいると思うんですけど、勘違いしていただかしてほしくないのは、白人が悪いとか白人の感覚を理解できない、あいつら人間じゃない、人手なしだと、クソったれの人手なしだという考えにはならないでほしいということですね。彼らは当たり前だと思ってたんですよ、その当時も。うん、黒人をリンチする、うん、リンチして、殺す、首吊り、首をね、首に縄をかけて殺して、その前で記念撮影をするという、そういうのが当たり前だと思ってたんですよね。うん、そういう文化的基盤についてね、もっとこう深い考察をするべきであって、白人がどうこうとか黒人がどうこうとかそういう話をしても一向に意味のないものであるというのをですね、言っておかなくてはならないんだと思います。はい、まあ、このあたりに関しては、まあ、様々な、教育施設で教えてくれることだと思いますので、まあ、こういう人種間の問題については義務教育課程もしくは高校なんかでは教えてくれないと思うん、僕は教えられなかったんですよね。うん、だからその皆さんもね、
白人黒人いるのが当たり前だと思ってますけど、思って NBA とかね NBA2K やってらっしゃると思いますけど、ちょっとだけそういう問題のことも考えてみたらいいと思いますね。はい、本当に今みたいな黒人と白人が当たり前にプレーしてるっていう状況になるのは、今から50年前とかですね、100年も経ってない、本当につい最近の出来事なんですね。そんな、はい、お話でした。ちょっと真面目な話ですけどね、これは真面目な話をせざるを得ないということで、ちょっとだけ皆さんね、そのあたりのことを考えていただけたらなと思います。今の解説が、正しいです。動画の中でね、ハーレムについてちょっと、当たり障りのないことを言おうとして、ちょっと的を得ないことを言ってしまったので、あのあたりに関しては、訂正させていただきます。この解説をもってね、訂正とさせていただきます。はい。そんなところかな。はい。まあね、ストーリーなんかでね、疑問に思ったこととか、これ何なんだろう、どういう意味で、ビッグとかはこうやって言ったんだろうっていうのがあれば、気軽に聞いてください。そういう、ところ多いです。私実は、マイキャリア、サブアカの方でね、もう全部ドラマの方は見終わりました。編集どうやってするかなっていうのも考えたかったので、一応全部通しで見たんですよね。なんで、全部知ってるんですけど、やっぱりそういうの多いです。ビッグとかフリックっていうのは、そういう表現をするのが多いですね。で、非常にそこら辺上手に訳してくれているので、疑問に思った方とかはね、いれば、はい、全然聞いていただければ、ちょっとね、暗い話にはなりますけど、はい。その都度ね、解説していけたらなと思います。はい。それじゃあ、今回はこんなところですね。次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。